街を歩いててもちょっとリズム取って歩いてたりしてお芝居で怒られるんで、もしかしたらもう二度とオファーが来ないかもしれないですね。登山とかよく行ってちょっと焼けすぎちゃって 黒すぎて疲れてる。挑戦するんだから何をしたいですか？僕ね、こう日本の昔の侍とか忍者とかそういうのやりたい。他は他想扮翻啲傳統嘅武士啊。哇！攞住啲刀好型仔嗰啲。ちょっと時代劇みたいな。好似啲古裝劇咁樣。啊，得唔得 ？OK 啊？ Yeah。
やりたい役ですか。そうです、僕もでも体を動かすこと好きなんで、あとサッカー得意なんでサッカー選手の役に。運動員哇都好 OK， 我可以说完你肌肉啊，系咪啊 ？OK， 好啦，明啦。そうですね。僕はまあ基本的にいただいた役を全うしようっていう感じなんですけど、はい、まあ個人的にアクロバティックな動き得意なので、まあ、アクションとかはやりたいなって感じですね。はい。佢話其實咧，佢係好隨和嘅。其實咧，好多人揾佢唔同嘅角色咧，佢都可以配合嘅。咁、但係如果真係要揀咧，佢中意一啲咧，全部都係動作性嗰啲，因為佢真係好中意就係喐喐動啊嘛。咁所以啲咁嘅全低，係啦，好運動型嗰啲咧就啱曬。啊，所以咁啊明白啦。咁好啦，不如講翻音樂上高啦。其實咧都好想問一下咧 ，Wings 咧，喺出年、明年，因為好快脆就出年啦，已經2018年，會唔會有啲新嘅音樂風格想嘗試一下，定係都會咧想走翻傳統嘅 J-pop 風？割と2010年がそろそろなるんですけど、来年になったらなんか新しい音楽のスタイルに挑戦したいか、あとは今までの例えば雨跡とかのような、ちょっと日本ポップの音楽をメインにしたいかどっちかかなと。そうですね、まあ、2017年になってこうウィズは自分たちでプロデュースするというまあ、スタイルになったんですけども、まあ、引き続き2018年も、どん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 自分たちで曲を作るっていうことを意識して、そこにこう J-POP なような曲もあってもいいと思いますし、ダンサブルな曲があってもいいと思うので、とにかくこう自分たちからこう湧き出てくるものを形にするということを意識してますね。はい、他は其實呢、今年呢基本上呢他們的歌曲呢大部分都已經是自己的創作了、所以在2018年呢其實都想集中回自己的創作啦，同埋喺曲風方面咧，當然都會都係佢哋最拿手嘅，即係呢個即係都會有 J-pop 嘅，咁但係都係以一啲即係跳舞風格啦，啱翻佢哋自己嘅主題為主咯。明白。咁當然啦，我相信咧，即係有好多佢哋嘅歌曲咧，都載住好多我哋嘅回憶啦。咁所以咧，大家都會好期待，想知道咧，其實 Wings 下一張嘅 album 或者 single 會幾時發行咧？咁同埋咧，梁平同龍一又會唔會再參與製作？又或者好似慶太咁講，其實都已經有好多嘅製作會繼續落嚟咧。実際はこう次の新作っていうかアルバムとかシングルはいつのと、次回の時割と亮平さんとか龍一さんも、もうちょっとアルバムの方の制作に時間かけて参加する感じなんですか、皆さん一緒に。でもちろんウィンズとしての新しい音楽はね、期待しててほしいなと思いますし、今回のアルバムで僕と亮平もソロをやったりしたんですけど、まあ、そういう制作活動もすごく身のある充実した音楽活動だと感じたので、それはやっぱもっともっとやりたいですね。でその新作っていうのはいつ頃っていうのは今この場ではいつ頃ですかね。なるべく早く出したいですけどね、今絶賛こう作ってる途中で、本当にいいものができ次第すぐ皆さんにお届けしたいなと思います。其實呢、好多嘅啲音樂嘅製作上咧已經係進行階段㗎啦，咁但係暫時咧就未曾可以講到幾時，但係佢哋希望即係有新嘅作品一出現咧，就想好快推出啦。咁另外咧，其實兩位 member 咧一直咧都有參與一啲新嘅一啲歌曲嘅製作啦，咁所以變咗其實即係佢哋都希望自己喺呢一方面咧覺得係非常充實嘅一個參與嚟嘅，咁所以都會繼續去多啲嘅時間。もちろん呼ばれればどこにでも歌って踊れて、ウィンズの楽曲を持って行きたいなと思ってます。そうですね、まあでも今年は香港だけなので、はい、とりあえず明日のステージをショーを最高のものにしたいですね。はい、咁啊慶太在當然啦，咁誒任何嘅地方咧，只要咧係歡迎佢哋去嘅咧，佢哋都希望可以踏足喺嗰度咧，同大家表演嘅嚇。咁啊龍一就話咧今年咧就只係香港啦，咁但係佢哋咧總之就會為咗香港聽日嘅演出咧會盡力噶啦。哇！
呢三位有會唔會咧，即係仍然愛我哋香港啦，咁我哋中華地區會想同內地或者台灣嘅邊一啲歌手去做一啲音樂嘅合作咧？ミュージシャンとの仕事を一緒にしたいとかそういう気持ちとかいかがですか？特にアジアの歌手とか。いやもうあの香港でいいアーティストさんがいればぜひ一緒にやりたいなと思いますし、そうですね、あとあのいつでもフォワードミュージックさんにオファーくれれば曲書きますんで。佢話咧，其實咧佢哋係非常之歡迎咧任何類型嘅合作嘅，即係只要有即係大家想合作嘅歌手咧，其實都有好多可能性。咁當然啦，香港嘅唱片公司啦嚇，係。最初に会ったとしたら、例えば女性歌手とか男性歌手とかグループとか、なんかどんな感じの歌手とか。そうですね、もうウィンズ活動して17年間なんですけど、ウィンズの作品の中で女性の声が入ったことがほとんどなく、女性のコラボレーションが一回もないので、そろそろそういう華やかな美しい歌声をウィンズの楽曲で表現したいなっていう意味でも、なんか女性ボーカルの方が一緒に入ってくれたらまた新しいものができるんじゃないかなと。はい。佢話因為咧，其實 Wins 咧出道咗成17年啦，其實咧咁多都有合作嘅其他 artist 咧，反而咧好少同女歌手合作。咁所以佢覺得喺佢哋音樂之中咧加花把好靚嘅女仔嘅聲音咧，其實都非常之好。咁所以佢覺得如果係咁咧，期待一位女歌手都非常之好。明白。咁啊係，音樂上面有更加多嘅火花。想去哪個地方玩呢？ここに香港の前にいらっしゃったということですけど、香港にもし時間があったら遊びに行きたいのはどこでしょうか？なんかありますね。時間もあんねけど。まず両平全然喋ってないよね。そうなんだ。全然喋ってないよね。やばい。出せんで今の今。どうですかね。まあ昔あの。トゥルースという楽曲を出した時に香港でミュージックビデオを撮影させてもらって、まあ、その際に行った場所とかを改めてこう見に行くとかそういうのもなんか個人的には面白いなと感じるんで、あれもだいぶ前2010年ぐらいだと思うんで。これ絶対不会停滞下来。はい、じゃあ開始します。2010年到啦，佢嗰陣時拍過一個music video 咧，應該叫《最後的果真實》，最後的真實。咁咧就當時嚟到香港拍嘅。佢話咧，即係個印象都深刻咯。佢話如果機會嘅話咧，佢話去翻舊地重遊咧，其實可能都唔錯嘅。哦。あとなんかホテルからすごい山がいっぱい見えたんですよね。登りたいですね。ジェシカがちゃんといろんなところに連れてってくれる。そうですよ。全然連れてってくれないんで。日本ばっかり来て。みんなが連れて行くの。みんな連れてってくれる。ジェシカ連れてって、ちょっとちゃんと言ってジェシカ、私が連れてって。そうだ。我咩立喺香港？唔係佢話咧，佢話嚟咗咁多年咧，真係冇時間慢慢去嘅。咁佢話咧，應該咧我咧就應該帶佢周圍去嘅。咁我話唔使乜咧咁多 fans 係咪？咩 fans 會帶佢去玩？哦，咁我諗你哋應該好呢一個樂意嘅啦。帶佢哋去玩呢一個咧，真係要安排一下。但係咧講到食呢一方面。我相信 fans 一定幫到佢哋手。我相信咧，所有 fans 都知道佢哋好中意食小籠包。除咗小籠包之外咧，佢哋又會對即係香港邊啲嘅食物係會比較印象深刻，又或者好想試。啊，那個皆さんは小籠包は大好きとみんながよく知ってるんですけど、でもそれ以外にお好きな食べ物は何でしょう？ワンタン麺。ワンタン麺。啊。ワンタン麺。係。咁聽日佢哋應該會喺個會場出邊有10,000碗雲吞麵。我仲有呢兩瓶咧。僕は小籠包が大好きです。小籠包、我知道三文字其實佢最中意食小籠包，真係食好多。佢哋啲友情真係好專一。好啦，咁應該咧，聽日會場上都就會好多餃子啦、雲吞麵同埋小籠包。
なんか朝そういう食べ物は多分会場には置いてあると思います。嘘。いやありがとうございます。ありがとうございます。わあ、我哋真係要準備啦噃。ありがとうございます。多謝。我問下佢哋開心啊，已經。我相信佢哋食嗰啲都係 take away， 但係我相信接受到你哋嘅心意嘅嚇。好，當然啦，都想問下就係咧，其實三個咧每次嚟到咧，即係三姊妹每次嚟到咧，都喺呢一個會場咧，譬如我哋咧啦，荷里活廣場都爭幾乎裝唔曬啦。仲有呢一個機場咧，見到好多香港嘅 fans。咁其實佢對女孩子們或者男孩子都有我相信有什麼印象呢やっぱり毎回ね今回も空港とかねみんな温かく迎えてくる、まあ、ファンの皆さんも待つなってるんですけど香港のファンはどう思いますかいや本当優しいしいつもずっと応援してくれててやっぱ毎年こうして来れる香港の地にね日本から遠く離れてますけど日本の音楽を聴いてライブに遊びに来てくれるっていうのは本当に嬉しく思っておりますよ。嗯，佢話香港嘅 fans 咧，當然係俾到好温暖嘅感覺，因為每次嚟到咧，大家都會好支持佢啦。咁然後咧，亦都大家會真係好熟悉佢哋嘅音樂啦，嚟聽佢歌啦，嚟支持佢啦。咁所以咧，真係好感激大家嘅。嗯，明白。感激之餘，我都想問一下嗱，佢哋咧嘅打扮都係非常之細緻啦，所以都係非常之有品味嘅啦。佢哋有冇留意到香港 fans 嘅打扮咧？皆さん、我哋嘅普段の格好も本当にすごいおしゃれで。そうですね、ちょっと恥ずかしいぐらいですね。そうですね、やっぱこう長くこう季節日本と違うので、はい、ね、ファッションも違いますよね、うん、なんかスポーティーな人結構いる印象がありますけど佢話知道香港咧係一個而家都好熱，乜日本好凍啊嘛，香港好熱咧，所以可能喺著衫嘅文化上有啲唔同。佢話香港人著衫可能比較 sporty 啲咯，佢咁講。哦，係啊。あとは今日空港でもウィンズのね、あのツアーの T シャツを着てる人見かけたんですけど、おしゃれでしたね。今日咧，其實喺機場咧嚟接佢機嘅 fans 咧，就著咗佢哋 concert tour 嘅衫喎。咁呢啲衫都係型到極啦。明白。咁但係髪の毛みんな派手な人いるよね、結構。同埋髮型都有型嘅喎，係咪？嗯，明白。咁聽日個 concert tour 佢哋會唔會想 fans 特別著啲乜嘢衫？啊，即係 Astana Live 嘅。咁係どんな格好に着たらいいかというのは何かありますか？アドバイス。佢哋而家即刻諗到得個喎。Astana Live。これ言った格好でみんな来てくれるんですか？はい、よく言ってから来る朋友都可以这样穿。はい、やっぱー。マジっすか。まあでも、まあ、会場に来るまではね、その各々の、あの、まあ、好きなスタイルで来てもらって、会場に来たら T シャツに着替えます。ウィンズの T シャツに着替えて、そしたらなんかこうみんなとの空気感もさらにこう一つになるし、ハッピーな空間になるんじゃないかな。嗰陣嚟嘅時候，大家可以選擇翻自己中意嘅衫，但係嚟會場嘅時候咧，就可以換間件，換翻件 Wins 嘅衫。咁喺會場入邊，大家都可以著呢套衫，就好型咁樣去參與呢件事。明白。咁啊，最緊要係一個咧好開心嘅心情，一齊去呢個 party 啦，係咪？咁當然啦，好似咧，正如咧三位所講啦，咁啊，香港 fans 真係好錫 Wins 嘅。咁佢哋之餘咧，其實我哋咧有三位你哋嘅代表，咁佢哋咧就親自 handmade 咗一啲嘅紀念品咧，想送俾 Wins 三子嘅，因為知道佢哋咧出道踏入今年已經係第16年啦，咁所以咧就好希望佢咧多謝佢哋咁錫香港 fans。咁啊，我哋有三位朋友已經準備好。香港嘅 fans 嘅咧，温柔嘅 ，Thanks for you， 我咪有嘅我哋嘅。好，請佢哋上台。哇，好興奮緊張啊，係咪啊？好，咁啊，不如，咦，咁樣分開企啊？不如咁樣啦，嗱，你咁樣樣，你咧就企喺嗰度兩個中間，你咧就企喺兩個中間，你咧，哇，靚曬個畫面，好啦，咁啊，先問第一位，咁你叫咩名啊 ？Michelle。送咗，哦，好特別喎，寫個書法咯，一整。
自分で書いてお渡しします。自分の名前で。好，一陣間我哋再正式送俾佢哋啊，好唔好啊？係啦，一陣間我哋會正式送俾佢哋嘅。好。Thank you.
方お願いします。左边的话呢？系左边。好啦，跟住我哋又望下我哋嘅右手边啦，好吗？即系面前嗰方，我哋是嘛？右边。系啦，我哋都有一啲坐得比较真嘅传媒朋友，又或者我哋 fans 们都好想咧捕捉到呢一刻，预祝听日演出成功。跟住我哋又再次望翻中间。即系西国冇意见，问下教你系嘛？系啦，我哋举手嗰位就系我哋大会摄影师，麻烦大家可以咧一致眼光望下佢啦。好，佢呢个时候咧，我哋就祝酒啦，大家一齐好嘛？我哋有啲香槟准备咗，我哋希望咧大家一齐举杯，预祝明天我哋呢一个 wins live to invisible in Hong Kong 2017演出成功。咁我哋一齐 we come from three， OK， and then we say cheers， three， two， one， cheers。